エール・アンテールは、かつて、フランスに存在した、航空会社。エール・アンテールは、フランス語での発音で、英語では、エアインターとなる。書籍によってこの読み方は異なるが、本校では、同じフランスの航空会社である、エール・フランスに合わせ、以下、エール・アンテールと表記する。エール・フランス歌、フランス航空、フランス国鉄とフランスの銀行などが出資して、 1954年11月12日にリーニア・リエン・アンテアユアとして設立された。1958年3月16日上でパリストラスブール間で商業運行を開始したが、当初は自社機材もなくエールフランス便としての季節運行のみであった。1958年に社名をエール・アンテールに改称し、1960年2月23日には、 フランス本土とコルシカ島を結ぶ定期便の運航が認められ、徐々にフランス国内線のネットワークを拡大した。1965年には初のジェット機としてシュドカラベルを導入している。1974年からは自社発注ジェット機材の導入も開始され、フランス国内線を強化していった。1990年代初めまでのエールアンテールはエールフランスや 歌、タットと並び、フランスの4大航空会社の一つとなっており、フランス国内線を運行する航空会社としての基盤を確立していた。しかし、出資者の一つである SNCF は、1981年より当時、世界最速の営業列車である TGV の運行を開始しており、TGV と並走する国内線については、縮小を余儀なくされた。 縮小された路線の中には、エール・アンテールにおける感染路線も含まれていた。また、1992年、歌がエール・フランスに吸収合併されたのと、同時期にエール・アンテールの株式のほとんどをエール・フランスが保有することになった。1995年には、EU 域内での航空自由化により、フランス国内線へ EU 各国の航空会社が新規参入することも、 特段の制限なしに可能となったことから、エール・アンテールのフランス国内線基盤が脅かされることになった。このため、社名をエール・アンテールヨーロッパに改称、フランス国内線だけではなく EU 域内の路線展開を進めたが、1997年4月1日をもってエール・フランスへ完全に吸収された。エール・アンテールのみ導入した脱走メルキュール発足後しばらくは、 エールフランスの中古機材の導入ばかりで、初のジェット機である、シュドカラベルも例外ではなかった。同社が初めて自社発注を行った機材は、1974年5月16日に発注した脱走メルキュールである。しかし、この旅客機は、エールアンテール以外に発注した航空会社は存在せず、原型機を合わせてもわずか12機しか製造されなかった。ただし、 エールアンテールにとっては使い勝手のいい機材だったようで、後に原型機も購入の上運用していた。本格的に自社発注機材を運行し始めるのは1976年に導入したエアバス A300 で、以後エアバス社の機材を導入するようになる。特に A319、A320、A330 はエールアンテールがローンチカスタマーとなっている。例えば、 月刊エアライン臨時増刊エアライナーハンドブック1986年版ではエアインターカシューアキラ消えたエアラインではエールアンテールとなっている月刊エアライン臨時増刊エアライナーハンドブック1986年版 P46 の記述によるありがとうございます